また会ったね、ジャックドー。考えてみりゃ驚くことでもないのか。グリフィンドール生は禁じられた森に冒険に行くもんだからな。言えてる。ここからどこに行くの？来いよ。行けるとこまで案内してやる。でも自分の死に場所に行くのはちょっとばかし気が乗らないんだよな。目を皿にして水盤を探せ。見つけたらこう言うんだ。イントラムロス。多分ラテン語だ。ギリシャ語かも。わかるだろ、学校じゃろくに授業を聞いてなかった。行こう。水盤以外に注意しておくものはある？そうだな、目印になるのは石橋、滝、そうだ、確か湖もあったな。行けばわかるよ。いろいろ教えてくれてありがとう、ルーモス。こうしてるといろんな記憶が、やめてくれって言いたくなるくらい蘇る。レベリオ。そうだな、近づけば近づくほどいろいろ思い出しちまう。俺はここまでだ。道沿いに進め。水盤がないか目を光らせておくんだぞ。アデュ。これはラテン語。いや、ギリシャ。ルーモス。フィールドガイドは本当に便利ね。今は先に進むしかない。ルーモス。レベリオ。ルーモス。滝だ。ジャックドーって泥棒のくせに意外と嘘つかないんだね。ルーモス。レベリオ。ルーモス。なんだか妙に厳かな場所だ。オジカも立派で迫力があるし。あった、ジャックドーが言ってた通り、イントラムロス。ところに来るなんてな。ランロク様はな、お前らの行く先なんざお見通しだ。かかれ。
私が煙突に酵母弾を発明するまで。プラセボ、インセンディオ。私は休み、もう諦めろ。我慢されない。なぜ必要以上に長引かせるんだ。ただで済むと思うなら。今さら腕力に報告されたって問題はないな。先に進もう。どこまで続いてるんだろう。ルーモス、レベリオ、ルーモス、ルーモス、レベリオ、つく時間が短いな。インセンディオ、時間切れになる前に3つともつけないと。ない人は入れないようになってる。ルーモ、レベリオ、知ってる呪文でこの先に行けるのかな。
対に触りたくない。ルーモス、カテゴン、ヘリオーゼ、アクシオ、インセンディオ、レベル12インベント装備レハンドウェア顔フェイスウェア銀の木製メガネ青のニッ奇妙な銀のメガネ伝説縁なし青のニッコ装備中のアイテム奇妙な銀のメガネ伝説レベル必要12レベリオ。ルーモス。またパズル、ジャックドーに解けたなら私にも解けるはず。シンボルはきっと探せばあるはず。ルーモ。レベリオ。
ジャック・ドーが独り占めしてなくてよかった。でも遺体はどこだろう。ルーモス、ルーモス、ジャック動画落っこちてなくてよかった。手つかずの宝箱？ジャック動画はあんまり調べなかったのかな。おかしいな。ジャック・ドーなら宝物に興味を持ちそうだけど、調べた形跡がない。
ルーモス。レベリオ。ルーモス。アクシオン。インセンディオ。レビオーサ。アクシオン。レビオーサ。ルーモス。ジャック動画独り占めしてなくてよかった。でも遺体はどこだろう。レベリオ。ルーモス。ルーモス。レベリオ。アクシオ。首なしの骸骨は見当たらないけど、これはもらっておこう。レベル12。ま、装備、装備。レベル10。マントとローブ、マントとローブ。丸、ダイヤモンド織りのローブ。上等。レベル、洗練、エメラ、革のロングコート。ダイヤモンド織りのローブ。上等。レベル、必要、革のロングコート。極上。レベル、服装、服装。丸、ボタン、上品な制服、カジュアル、上品な制服、装備中のアイ、装備中の、上品な制服、カジュアル、装備中のアイテム。コバルトのユ、ハンドウェア、ハンドウェア。茶色の革手袋、薄茶色の病つ、装備中の、薄茶色の革手袋。極上。レベル必要。12、ハンドウェア。装備、
橋だ。あともう一息。また雲？雲がジャックドーンを振り落としたわけないのに。ジャック動画来てからこんなに増えたんだろうな。レベリオ、シンボルを探して回らないと。手つかずの宝箱？ジャックドア。レベル12。装備装備。ハンドウェア顔。フェイスウェア丸。金縁の六角メガネ装備中のアイテム。青の日光に銀の木に青縁青の日光遮断。レベル12。分かったのかな。
とこの先にジャック・ドーの亡骸と例のページがある。また会ったね、リチャード・ジャック・ドー。長い間ページを守ってくれてありがとう。丸ボタン、ジャック・ドーを破滅に導いた地図だ。この部屋の向こうには何かあるのかな。魔法が守ってくれてる間にここから出られるといいけど。ここは一体何？
そんなことが。先生だ。ついに誰かが地図の間を見つけたのか。ペンシーブで見ました。ラッカム先生ですね。いかにも。正直に言うと、これほど幼い者が立っていることに驚いているよ。先生とイシドーラ・モーガナークがホグワーツに入ったのと同じ年です。ちゃんと注意を払っているようだな。では君もあの力を。古代魔術の痕跡が見えるということならその通りです。気づいているかもしれんが、この力を持つ者はあらゆる魔法と独特な関係を結ぶことができる。我々は他の者が知る由もない魔法の神奥に触れられるのだ。冒険の中でこの稀有な才能を磨く機会が訪れるだろう。うまく使いたまえ。はい先生、ありがとうございます。伝えたいことが山積みだ。だが初めに、君をここへ導いた地図が入っていた本だ。その本を台座に置いてくれ。あの、本を持ってないんです。うん、それは残念だ。では君が本を持って戻るまでこの会話は中断せざるを得ない。本を持ってきます。地図の間。よくわからないんですが、どうして地図の間って言うんですか。本が台座に戻ったら全てを明らかにすると約束しよう。本を持ってきます。地図の。あなたは騎士の家にあったいろんな像や彫刻、あれはあなたのですね。占い師なんですか。ああ。来ると思ってました。今はこれ以上言えない。君がここに来たことに驚いていないとだけ伝えておこう。本を持ってきます。わかりました。すぐに本を持ってきます。頼む。本が戻ったら話の続きをしよう。古代魔術とのつながりによって才能が解除されました。魔法使いレベルが1上がると才能ポイントが1増えます。使用できる新しい才能ポイントがフィールドガイドの才能に追加されました。才能レベル5から才能ポイントを獲得できます。才能ポイントを使えば呪文を強化して攻撃力やステルスなどを上げることができます。ただし選ぶのは慎重に。才能ポイントの割り振りはやり直しができないので、獲得できる才能の数には限りがあります。どんな新しい強力な才能があるのか、このページでこまめに確認しましょう。×ボタン。続ける。コア0アウトオブ16。これらの才能は全体的な効果を向上させます。×ボタン。選択。コア獲得した才能。呪文知識あいあい敏速。回避ボタンを投げ獅子すると姿を消して近くに素早く移動する。レプロテゴの吸収。プロテゴで防御に成功すると古代魔術メーターが上がる。完璧なタイミングで防御するとさらにメーター。基礎呪文の熟達。基礎呪文が命中するとクールダウンが短縮される。古代魔術の投擲の専門知識。古代魔術の投擲攻撃で呪文知識愛。新しい呪文知識愛愛ウィゲンウェルド薬の効果愛。闇の魔術。呪文インセンディオの熟達。インセンディオを唱えると自分の主アクシオの熟達。アクシオのターゲットだけでなく近くにいる敵も一緒に引き寄せる。レベル必要。レビオーソの熟達。レビオーソで浮かされている敵の周辺にいる他の相手も浮くようになる。レベル必要。5丸ボタン。戻る。コア闇の魔術。闇の魔術衝撃の血のまじない。呪われた相手にダメージを与えると呪われている相手全員にダメージが与えられる。レベル必要。麻痺のまじない。スキューピファイがまじないと同じ効果を持つ。呪われた敵はさらに多くのダメージを受ける。レ武装解除のまじない。エクステリアームスがまじないと同じ効果を持つ。呪われ闇のまコアステルス。ステルス各人間のデミガイズ。目くらまし術を使いながらダッシュできる。レベル必要。気配消し合い敵に見つかりにくくなる。レベル必要。5ステルスコアステルス。必要の部屋。必要の部屋各肥料。神々白菜を投げるたびに2つ目の神々白菜がコストなしで作成されて発射される。レベル必要。エディラス薬の効果。エディラス薬を飲むと無敵状態になり
発射場の攻撃を敵にめがけて反射するようになる。レベル必要。5。丸、ボタン。戻る。ページも地図の間も見つけた。もう本はいらないかな。いつも言ってるけど、旅は視野を広げてくれるわ。ここはホグワーツ？フィグ先生はいつ戻るかな。いなくても勉強をサボらないって約束したけど、先生が本を持って帰ってくるまで何か気晴らしでもしてようかな。装備スロットがいっぱいです。マーリンの試練をクリアして装備スロットの容量を増やすか、余分な装備を商人に売りましょう。追い払い呪文のデパルソを覚えなくてはならん。物や敵を押しのけるのに便利だ。必要な課題を終わらせたら私の教室に来なさい。